八重咲き像。世界中のあらゆる場所で使われている乾電池。この乾電池を発明したのが日本人だということはあまり知られていません。この大発明を100年以上も前に成し遂げたのが今回ご紹介する八重咲像なのです。明治25年、1892年、シカゴ万博に出品された地震計に咲像の乾電池が使用されました。この会場で咲像の乾電池は世界の人々を驚嘆させました。この成功で特許も取得した咲像でしたが、乾電池は相変わらずして売れず、それどころか間もなくして、アメリカ製のコピー乾電池が日本に輸入され始めたのです。しかし、失意の咲像を救う大きな出来事が起こります。今回は、八重咲像、乾電池王と呼ばれた男、咲像の生涯をお送りします。皆さん、こんにちは。こんにちは。司会の絆あかりです。番組レギュラーの佐藤ささらです。同じくレギュラーの琴ノ葉あかねやで。歴史散歩、人物編。今回は、八重咲像をご紹介します。しかし乾電池を発明したとはすごいな。ほんとすごい人だね。でも乾電池ってドイツ人が発明したんじゃなかったっけ？なかなかお詳しいですね、笹原さん。その辺についてもいろいろと事情がありますので、これからご紹介していきます。ほな、早う教えてよ。私も早く聞きたい。はい、では八重咲像の生い立ちからご覧ください。八重咲像は文久3年1863年、越後長岡藩士の家に生まれました。代々上級武士の家柄でしたが、咲像6歳の時、父、重右衛門が急逝し、さらに明治維新によって八重家は没落、母と共に叔父の家に身を寄せることになりました。そして咲像13歳の時、東京の時計店ででっち奉公を始めますが、体を壊して間もなく長岡に帰されました。結局、地元長岡の矢島時計店で、再びでっち奉公を始めます。咲像は時計職人が性に合っていたらしく、奉公1年目で簡単な時計の分解修理であれば、難なくこなせるようになりました。時計屋での奉公の日々を過ごす咲像でしたが、次第に永久自動機関への興味を膨らませるようになります。そしてついには、永久自動機関を発明するという大きな夢を目標にするようになりました。早速咲像は、休日や仕事の合間を利用して、長岡の書店や古本屋を訪ね歩き、永久自動機関の研究につながる本を探し回りました。しかしどの専門書も、難解な専門用語や英語が頻出して、ほとんど理解できませんでした。とりわけ咲像にとってショックだったのは、読めない漢字ばかりだったことでした。そこでまずは、漢字の勉強から始めることにします。そのために、中国の漢字辞典、玉編全30巻の古書を、コツコツ貯めていた50銭で購入しました。それからというもの、仕事が終わると時計屋の住み込み部屋で、寝る間も惜しんで勉強するようになりました。咲像は、玉編を1ページずつ丸暗記することにし、日々確実に勉強を進めていきました。そんなある日、須山新八という少年がでっち奉公のため、矢島時計店に入ってきました。須山少年は、咲像の隣で寝起きを共にすることになりましたが、咲像が夕食後、一心不乱に勉強しているのを見て、不思議に思ったらしく。ねえ君、僕には関係ないことだが、一つ聞いてもいいかい？ああ、いいとも。なんだい？どうしてそんなに勉強しているんだい？何か目的でもあるのかい？君の言う通り、大ありさ。咲像は永久自動機関の発明家になる夢や漢字の勉強をしているいきさつを新八に語りました。ところが新八の反応はそっけなく、それどころか咲像の現状を批判し始めました。その漢字の勉強が君の目指している機械の製作と一体どんな関係があるんだい？こんなところで独学しているよりも東京に出て機械の勉強をした方がよっぽど君の夢の実現に近づくとは思わないかい？田舎の学問より今日の昼寝というじゃないか。え、なんだい昼寝？田舎にいて勉強するよりも都で昼寝している方が勝っているという意味の金言だよ。何？都で昼寝している方が勝っているとは、ずいぶん田舎をバカにした言い方じゃないか。いや、何もバカにしちゃいないよ。ただ
ご維新の風が吹く帝都東京にいれば自然と情報が入ってくるということさ。この新八の話が酒蔵に一大決心をさせるきっかけとなります。この後矢島と慶天での奉公を終えた酒蔵は進学を志し帝都東京への上京を決意します。しかしこの時代電車やバスはもちろんなく庶民の交通手段はもっぱら徒歩でした。酒蔵は越後長岡を出発した後三国峠を踏破して中山道を通り東京に到着しました。実に故郷を経ってから一週間後のことでした。久しぶりの東京のさらなる近代化に胸を高鳴らせながら目指した先は酒蔵の宴席にあたる石黒忠則陸軍軍医の邸宅でした。石黒忠則は後に陸軍軍医総監を務め早々期の軍医制度を確立した人で日本赤十字社社長や日本医学会名誉会頭などを歴任し晩年には子爵の爵位を授かった名士です。酒蔵はその石黒氏の書生をしながら東京職工学校現在の東京工業大学への進学を目指すことになったのでした。しかし猛勉強したにもかかわらず受験に失敗。そして入学の年齢制限ギリギリで挑んだ2回目の受験でしたがあろうことか寝坊してしまいます。飛び起きて猛ダッシュで駆け出しましたが試験会場近くの街灯の時計は入場締め切りの9時にまだ数分ありました。ギリギリ間に合いそうだと息を切らして東京職工学校の前にたどり着くと校門はすでに閉じられていました。酒蔵は門を開けてほしいと懇願しましたが居合わせた大学職員は話を取り合おうともしませんでした。なぜなら大学に設置された時計は9時5分を指していたからでした。この頃時報といえば昼ドンと呼ばれた正午の大砲の音や朝夕の寺院の鐘の音に頼っていました。当然そのような状況では大学に設置された時計を信用するしかなく大学職員の懐中時計もその時計の時刻に合わせていました。結局酒蔵の遅刻は覆らず来た道をがっくりと肩を落として帰るしかありませんでした。酒蔵は進学を諦めて叔父が浅草で経営していた実験器具を製造する会社で職工として働くことになりました。しかし酒蔵は依然として発明にかける情熱を失っておらず仕事の傍ら永久自動機関の研究を続けました。そんなある日たまたま通りかかった時計店で舶来の電気時計を見かけました。当時電気時計は大変珍しいものでしたが店頭の客寄せや舶来志向の富裕層向けに輸入されそこそこ話題になっていました。これらはゼンマイを電動で巻き取ったり振り子運動を左右に取り付けた電磁石で吸い付けて動かすものでいわば力技的機構でした。酒蔵はこの電気時計を見て確かにすごいが全ての機構を電気駆動できないものかそれができれば完全な電気時計が完成すると考えるようになりました。酒蔵は完全なる電気時計の開発を始めます。それからというもの仕事からの帰宅後電気時計の開発に心血を注ぎ平均睡眠時間3時間という過酷な日々を経てついに明治18年1885年に連続電気時計を完成させました。酒蔵が発明した電気時計はゼンマイや振り子を使わず全てを電気によって駆動させるという画期的なものでした。特に注目すべきは振り子の代わりに当時まだまだ珍しかったテンプという機構を採用した点です。しかも酒蔵はこれをゼンマイではなく電磁石によって動かす電磁テンプの開発に成功しました。これにより船などの揺れて振り子が正確に動かない場所での時計の設置が可能になったのです。そして明治24年1891年に日本の電気に関する特許第1号として認められました。しかし明治18年の発売当時酒蔵の電気時計はほとんど売れませんでした。理由としては電気の供給源が液体バッテリーだったことが原因でした。当時の液体バッテリーはメンテナンスが難しかった上に揺れなどにも弱く陶器には凍結するという欠点がありました。酒蔵は手を煩わせない完全自動で船などの揺れる場所でも正確に動く電気時計を目指していたため
この液体バッテリーの欠点は致命的でした。実はこの液体バッテリーの扱いにくさが、サキゾウが乾電池の開発を始めるきっかけとなったのです。そしてこの後いよいよ、世界初の乾電池の発明について解説していきたいと思います。歴史散歩。先ほども述べたように、電気時計は全く売れませんでした。時計が売れないのは扱いにくい液体バッテリーが原因だと考えた先蔵は、液体ではなく固体の電池を作れないかと考えます。なぜコンセントから電気を取らへんの？それは当時電気は、銀座などの街灯に供給されていた程度で、一般家庭はおろか、法人や軍の施設にも通っていなかったからです。また、電気時計を船などにも設置できる製品にしたかったからでしょう。なるほど、そういうことか。この頃先蔵は、東京物理学校の付属職校となっていました。これにより、電気に関する専門知識に触れたり、教授陣に相談することもできたようで、そのことが乾電池開発にも生かされていたようです。先蔵の乾電池は、現在のマンガン乾電池の原型といっても過言ではないですが、構造的には、ルクランシェ電池という液体バッテリーの構造をもとに改良を重ねて開発したものでした。これが先蔵の乾電池の構造なんやね。さっぱりわからんわ。私もわかんない。では簡単に説明させていただきます。先蔵は中央の炭素棒として木炭を使いました。そして薬液が染み込んだパラフィンで木炭を固めて液漏れしづらくしました。さらに中央の炭素棒の周りに二酸化マンガンと黒鉛などを混ぜ、そこに重油を加えて一定の湿度を保つようにしました。またプラス極とマイナス極を分けるセパレーターとして電解液を染み込ませた和紙や石膏を使うなどの工夫をしました。そして明治20年1887年、ついに画期的な電池が完成しました。先蔵はこれを乾いた電池、乾電池と名付けました。忘れてたけど、連続電気時計に乗せなあかんのとちゃうの？確かに。もちろん先蔵は急いで乾電池を搭載した電気時計を発売しましたが、やはり売れませんでした。そうなんだ、残念。ほんで乾電池の方は売れたんかいな？いいえ、乾電池も売れませんでした。なんで売れなかったの？実は当時乾電池の使い道がほとんどなかったんです。というか電気製品自体がまだ一般家庭では使われていませんでした。そういうことかいな。途方に暮れていた先蔵ですが、先蔵が付属職校を務めていた東京物理学校の教授陣からも乾電池の性能については大変評価が高く、彼らから特許を取るように強く勧められました。しかしながら特許取得のためには高額の申請手数料が必要で、電気時計の特許申請手数料や製造費用などで資金が底をついていたため申請できない状態でした。ここで特許申請に必要な資金を工面したのは当時新婚の奥さんだったと言われています。奥さんは着物などを質に入れるなどして資金を工面したとも言われています。先蔵さん、ええ嫁もうたな。結局先蔵は明治25年1892年にようやく乾電池の特許を取得しました。なるほど、このことでドイツ人が乾電池の特許を先に取得したのね。そうなんですよ。1888年にドイツではカール・ガスナーが、デンマークではヘレンセンが乾電池の特許を取得していまして、このような事情から先蔵は乾電池の発明者として認識されていませんでしたが、近年では先蔵が世界初の乾電池の発明者であることが国内外で認識されつつあります。また先蔵の発明した乾電池はドイツのガスナーなどの電池よりも実用性において完成されたものであり、現在の乾電池は先蔵の乾電池を元に発展したものと言っても過言ではありません。そやったんか。八重先蔵さんはすごい人やね。そしてある日、当時シカゴで開催された万博で先蔵の乾電池が会場で大好評を博したというニュースが舞い込みます。1893年5月から開催されたこのシカゴ万博はシカゴ・ジャクソン公園を会場にし、コロンブスのアメリカ大陸発見400周年を記念して催されたため、シカゴ・コロンブス万国博覧会とも呼ばれています。日本は文明国であることを西洋諸国に示し、不平等条約を撤廃するという目的のため周到に準備を進め、日本の産業技術の発展をアピールし、日本文化紹介と貿易振興を目的として機織機等の機械だけでなく、日本画や陶磁器、絹織物などの美術工芸品を展示しました。また日本館は
平等院鳳凰堂を模した鳳凰殿が建設されました。鳳凰殿については会場の雰囲気にそぐわないと主張するアメリカ側の反対を押し切っての建設でしたが、会場では大盛況を博しました。そして日本の展示物に大森房吉教授が考案した地震計があり、会場で話題になっていました。同時にその電源として使用されていた先蔵の乾電池も人々の評判となったのです。先蔵はシカゴ万博で乾電池が大盛況だったという一報を聞き、大きな期待に胸を躍らせました。しかし売れる様子はありませんでした。また売れんのかいな、いつ売れるんや。それはさっきも説明があったように、当時の日本では乾電池の使い道がほとんどなかったっていうことじゃない。そうなんですよ。何せまだ明治維新から30年経ってない頃ですから。ここでさらに先蔵を落胆させる報告が届きます。今度は何？アメリカ製の乾電池のコピー商品が日本に輸入されるようになったのです。どういうこと？万博で展示されていた乾電池をそっくりに模倣したアメリカ製のコピー商品がドライバッテリーという名称で輸入され売られていたのです。ドライバッテリー？はい、ドライバッテリーというのは乾電池をそのまま英語に翻訳したものと思われます。それって特許侵害とちゃうの？それが先蔵が取得した特許は日本の特許のみで、欧米では取得していなかったんです。輸入差し止めとかできなかったの？この件で先蔵が法的なアクションを起こしたという記録は確認できませんでした。もしかすると当時日本では乾電池を使用する用途が少なかったので、実害はほとんどなかったのかもしれません。なるほど、そういうことか。そんな悪法続きの中、先蔵にとって一大チャンスがやってきます。明治27年1894年、日本と清国との間で日清戦争が勃発し、陸軍省から乾電池500個の大口注文があったのです。なんで陸軍は乾電池が必要やったの？陸軍は中国大陸の満州で懐中電灯や電信機などに液体バッテリーを使っていましたが、冬の満州は極寒の地で液体バッテリーは凍って使い物にならなかったんです。そこで陸軍は乾いた電池という先蔵の乾電池を使ってみることにしたのでした。実はこの頃乾電池の製造は先蔵と奥さんの2人だけで行っていました。先蔵夫婦はなんとか500個の乾電池を完成させ陸軍省に納品しました。2人とも相当すごい根性の持ち主ね。ほんで乾電池は役に立ったんかいな。はい、陸軍の狙いは的中し、乾電池は極寒でも十分な性能を発揮して勝利に大きく貢献しました。そして号外で満州での勝利はひとえに乾電池によるものと報道され、その後新聞各社がこぞってこれを報道し、先蔵は一躍時の人となりました。これを機に先蔵は大きく打って出ます。大博打に出たんやね。そうなんです。国の融資を得て大規模工場を建設し、乾電池量産を開始したのです。明治43年1910年には合資会社八重乾電池を設立、東京神田に販売部を新築するとともに浅草に乾電池の製造工場を建設、乾電池の本格量産を開始しました。それでうまくいったの？はい、結果的に先蔵の賭けは大当たりし、軍や法人からの大口注文が相次ぎ、八重乾電池は大忙しとなりました。次に先蔵は乾電池にさらなる改良を加え、密閉式乾電池を開発し、これも現代の乾電池に近づく大きな進歩となりました。そして先蔵は海外のコピー乾電池との競争にも打ち勝って乾電池王と呼ばれるようになるほど、国内乾電池メーカーとしての確固たる地位を築きました。破竹の勢いやんか。ほんと一気に状況が変わったよね。そしてこの後勃発した日露戦争でも八重乾電池は大活躍しました。ちなみにこの日露戦争では島津製作所の GS 蓄電池も海軍艦艇の三陸式無線電信機の電源として大活躍しました。この時日本の海軍艦艇ほぼ全てに無線が搭載されました。そして紹介中の特務艦信濃丸から敵艦隊らしき媒炎未遊という無線での一報を受け、バルチック艦隊の航行位置を把握することに成功します。また戦闘中にも日本艦隊の各艦の情報共有にも活用され、勝利に大きく貢献しました。全艦艇に無線機を搭載したのは史上初めてだったと言われています。この頃の日本軍は先進性と柔軟性があるね。ほんまやわ。この GS 蓄電池という名称の GS は島津製作所の社長で日本初の鉛蓄電池の開発者でもある島津源三のイニシャルからネーミングされました。へえ、そうなんや。さらに日露戦争後、
GS 蓄電池は GS バッテリーという名称で商標登録されました。そして第一次世界大戦が勃発するとドイツからの蓄電池輸入が途絶えたため、財閥や京都財界の強い要請によって島津製作所の蓄電池工場は独立することになり、1917年に日本電池株式会社が設立され、現在の GS ユアサコーポレーションに至っています。 GS ユアサは自動車やバイクのバッテリーとして有名よね。話を先蔵に戻します。1923年大正12年9月1日に発生した関東大震災によって八重乾電池の工場も多大な被害を受けます。しかし先蔵は持ち前のバイタリティを発揮して震災を乗り切り、新工場もできて、さあこれからという時でした。長年の無理がたたったのか、先蔵が病に倒れます。しかも運の悪いことに当時不治の病だった胃がんでした。一難去ってまた一難やな。ほんと苦難の連続だね。それでも先蔵は諦めずに治療に専念しましたが、昭和2年1927年6月1日胃がんと急性肺炎によりこの世を去りました。享年63歳でした。それは家族に看取られながら眠るように安らかな最後だったということです。なんということや、これからという時に。なんとも無念だね。その後創業者を失った八重乾電池は急速に勢いを失いました。そして彼に代わって乾電池王となったのは、先蔵と同じく熱地から成功した松下幸之助でした。幸之助は戦前から自転車のライトに乾電池を使うことを思いつき、ヒット商品にするなど早くから乾電池に注目していました。へえ、そうなんだ、すごい。戦後も乾電池生産に力を注ぎ、その松下電器の後継のパナソニックは現在でも世界3位の乾電池生産量を誇ります。世界3位とはすごいな。そして八重乾電池はというと、戦後当然軍からの受注も失い後継者もいなかったため、1950年に廃業しました。その後八重崎蔵も八重乾電池も人々から忘れ去られていきました。なんか悲しい。ほんまそやわ。こうして人々の記憶から忘れ去られてしまった八重崎蔵でしたが、あることがきっかけで半世紀以上の時を経て再び注目が集まりました。え、どういうこと？半世紀以上経ってからって一体何があったの？実は国際的な団体から彼の偉業が再評価されるんです。その話早よ聞かせてよ。私も早く聞きたい。それでは最後にこのエピソードをご紹介してこの動画を締めくくりたいと思います。歴史散歩。八重崎蔵の名前も功績も日本人の記憶から消え去ってしまっていた2014年、意外なところから彼の偉業が再評価されました。2014年4月、米国の電気情報工学分野の学術研究学会であり技術標準化機関でもある IEEE 米国電気電子学会が IEEE マイルストーン賞を八重崎蔵が設立した合資会社八重乾電池、島津源蔵が設立した日本電池の後継である GS ユアサコーポレーション、松下幸之助が設立した松下電器の後継であるパナソニックに授与したのです。この IEEE マイルストーン賞は電気、電子、情報通信分野において地域社会や産業の発展に多大な貢献をした歴史的業績を称える表彰制度で、2014年の受賞においては日本の電池産業の誕生発展に多大な貢献があった3企業に対し授与されました。八重崎蔵が設立した八重乾電池については、日本の乾電池産業を誕生させその発展に貢献した偉業を称えて授与されました。そして名盤の贈呈式が盛大に開催されましたが、合資会社八重乾電池については後継の法人自体が存在せず、存命中の法人関係者もいらっしゃられなかったため、崎蔵の出身地である長岡市に贈呈されました。この受賞がきっかけで乾電池王八重崎蔵の偉業は半世紀以上を経て人々に再評価され、彼に関する書籍が出版されるなど再び脚光を浴びることとなりました。そして崎蔵の不屈のチャレンジ精神とバイタリティは閉塞感漂う現代の日本社会に勇気と希望を与えています。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。